イノベーション。皆さん一度は聞いたことのある言葉だと思います。それでは、イノベーションとは何ですかと質問されたとして、皆さんは何と答えますか日本語ではよく技術革新という言葉で説明をされますが、この言葉だけでイノベーションの意味を明確に捉えきれているとは言えません。イノベーション。私はこれまでずっと研究をしてきました。しかし、イノベーションとは何か という質問に対していまだ明確な答えを見つけられてはいませんイノベーションは非常に曖昧な概念であり明確に定義をすることは難しいですが例えば何らかの新しい価値を生み出すことと説明をすることはできますここで一つ例を挙げましょう東日本大震災で被害を受けた東北地方の酪農家を支援するため大学教授や学生が力を合わせ 新しいヨーグルト製品を企画開発しようとするプロジェクトがあります大学教授の世界最先端の研究成果が詰まった高品質のヨーグルトを東北地方の酪農家の皆さんが作りそしてそれを日本中の消費者に買ってもらい食べてもらうこの過程を通じて東北地方の復興に少しでも貢献したいこれがプロジェクトの狙いです。 私のゼミも参加をしていていくつかのヨーグルトを試食をして味をどのようにするか決めたりそれからパッケージデザインについて話し合ったりしています例えば復興支援というメッセージをどのように消費者に伝えるのかパッケージに直接東北復興支援と記載をするのかそれとも発売イベントやウェブサイト上の動画などを通じて 消費者により自然な形で復興支援について知ってもらうように少し工夫をするのか最新技術を用いた新製品開発ということに加えてこのような小さな新しさを意識した工夫の一つ一つがヨーグルトを通じたイノベーションにつながっていくのです社会では多くの人が大小問わず何らかの新しい価値 をを生み出すすことで成形を立てていますそしてこの新しい価値が大きく積み重なることで国や企業は発展するのです。自動車も家電製品もそしてアマゾンや iPhone もイノベーションがなければ存在しなかったでしょう。このように非常に曖昧な概念であるにもかかわらずとても重要なイノベーションについて知ることは 皆さんがこれから社会に出ていく上で非常に大切なことであると確信しています。